世界トップレベルと言われるサッカー選手たちの多くは10代の頃からその才能を発揮し、その後のサッカー界を背負う逸材として注目を浴びてきた。そして現在も多くの若手選手が次世代を担う未来のスター選手として多くの期待を寄せられている。そこで今回は、若くしてサッカー界の逸材として注目されてきた選手たちの現状についてお伝えしていきます。どうぞ最後までご覧ください。エンドリッキ。ブラジルパルメイラス所属の17歳のフォワードエンドリッキはこれまで世代別ブラジル代表でプレーし、2023年にはブラジル A 代表デビュー、2024年3月にはイングランド、スペインを相手に2戦連続となるゴールを決める活躍を見せる。ブラジル A 代表で連続ゴールを決めた17歳以下の選手は神様ペレに続き2人目となり、大きな注目を浴びた。所属するパルメイラスでは2023シーズンに最優秀ゴールと最優秀新人賞を獲得、チームの優勝に大きく貢献している。17歳という若さながら所属クラブ、そしてブラジル代表で大きな活躍を見せるエンドリッキは当然欧州クラブの目に留まることとなり、バルセロナ、パリ・サンジェルマンなどが興味を示すも、17歳のストライカーをめぐる争奪戦を制したのはレアル・マドリード。2024シーズン夏からはスペイン、そして欧州を代表するビッグクラブでプレーすることとなったエンドリッキ。移籍金は約6000万ユーロ、日本円で約87億円とも言われており、17歳のブラジル人ストライカーには大きな期待がかかっている。レアル・マドリード加入についてエンドリッキは、世界最大のクラブを体験することはサッカーを愛する者にとっての夢だ。選手にとってだけではない、僕にとってそれは夢の実現だったと語っている。さらに今後については、マドリードにいる以上欧州チャンピオンになることが義務であることは理解している。チャンピオンズリーグはマドリードが常に意識している大会であり、チームはそれ以外の目標を持ってシーズンを始めるべきでないと、UEFA チャンピオンズリーグを制し欧州チャンピオンになることについても意欲を見せている。エンドリッキと同じくブラジルからレアル・マドリードへ加入したビニシウス・ジュニオールと同様に、ブラジル代表として、そして白い巨人レアル・マドリードでプレーするエンドリッキの今後に注目したい。アルダ・ギュレル。トルコフェネルバフチェでデビューし、トルコのメッシと呼ばれていたのがアルダ・ギュレルだ。2019年にフェネルバフチェの下部組織に入団したアルダ・ギュレルは2021年、16歳ながらフェネルバフチェのトップチームデビューを果たすと、公式戦16試合で3ゴールの活躍を見せる。2022年にはトルコ A 代表デビューを果たし、翌年の2023年ユーロ2024予選ウェールズ戦では代表初ゴールを記録。18歳114日でのゴールはトルコ代表の史上最年少ゴールとなる。2022シーズンには35試合に出場し6ゴール、フェネルバフチェのリーグ優勝に貢献。トルコの名門で17歳という若さで10番を背負うアルダ・ギュレルは海外のクラブから大きな注目を浴びる。2023年夏にレアル・マドリードへ加入したアルダ・ギュレルは、レアル・マドリード加入について、もう1年フェネルバフチェにいてもよかったし、そのような決断もできた。でもトルコの若い選手がヨーロッパのビッグクラブで何ができるのか世界に示したかった。僕は今後もそれを示すためにプレーを続けると語っている。レアル・マドリード加入後は度重なる怪我により出場機会を得られない状況が続くが、2024年3月10日のラリーガ第28節セルタ戦でレアル・マドリード加入後初ゴールを記録。初ゴールについてアルダ・ギュレルは、この華やかな雰囲気の中で得点できたのは素晴らしかった。初ゴールを決めることができてとても嬉しい。僕を応援してくれる全ての人に感謝している。もっと多くのゴールが生まれることを願っているし、それを実現させるために頑張るつもりだと今後についての決意を語っている。その後も5月19日のラリーガ第37節ビジャレアル戦では2ゴールを決めるなど、レアル・マドリード加入後今シーズンはここまで6ゴールの活躍を見せているアルダ・ギュレル。現在は欧州の多くのクラブがレアル・マドリードからレンタル移籍での獲得を目指しているとも報じられており、トルコのメッシは来シーズンレアル・マドリード残留かレンタル移籍か、今後の動向に注目したい。リトール・ロッキ。ブラジルクルゼイロでプロデビューし、ブラジルの逸材と呼ばれているのがリトール・ロッキだ。
2021年にクルゼイロでプロ契約を結んだビトール・ロッキは翌年にはブラジルセリエ A のアトレチコ・パラナエンセにクラブ史上最高額の移籍金となる440万ユーロで加入。アトレチコ・パラナエンセでは49試合に出場し15ゴールの活躍を見せる。それまでブラジルの世代別代表での活躍などはなかったビトール・ロッキだが、この活躍が認められブラジル U20 代表のレギュラーへと定着する。2023年3月のモロッコ戦でブラジル A 代表デビューしたビトール・ロッキは、そのフィジカルの強さと足元のテクニックからかつてのブラジル代表のレジェンド・ロナウドと比較されることもあり、第二のロナウドとして期待されている。そんな新たなロナウドの獲得に動いたのが FC バルセロナだ。2023年夏に3500万ユーロ、日本円で約55億円の移籍金でバルセロナへ完全移籍で加入したビトール・ロッキは、これまでの人生で起こったことすべてにとても満足しているよ。これは自分の夢が叶った瞬間なんだ。グループ全員と一緒にできるだけ多くのことを学び、自分自身を楽しもうと考えているよ。僕は常にボールを持ちたいと思っているし、できるだけ多くのことを学ぶつもりだ。より多くのゴールを決めるためにもね。バルセロナ移籍は、それは子供の頃、僕だけでなく家族の夢でもあったんだ。彼らもここで同じ夢を実現している。勝利と勝利への意志を最大限に持って可能な限りクラブを助けたいと意気込みを語っている。今シーズンは14試合に出場し2得点を記録したビトール・ロッキ、ブラジル代表、そしてバルセロナでプレーした元祖ロナウドを超える新たなブラジルのレジェンドとなることができるか、今後に注目したい。リコ・ルイス、イングランド。マンチェスターで生まれ、8歳の時からマンチェスターシティの下部組織で育ってきたリコ・ルイス。169センチと小柄ながら、U16 イングランド代表のディフェンダーとしてもプレーし、左右のサイドバック、センターバック、ボランチなど幅広いポジションをこなすことができるプレイヤーで、そのプレーの特徴から元ドイツ代表のフィリップ・ラームと比較され、小さなラームとも呼ばれていた。マンチェスターシティの U18 チームで主将を務めていたリコ・ルイスのプレーは、トップチームを率いるジョゼップ・グアルディオラの目に留まり、2022年8月13日のプレミアリーグ第2節でトップチームデビューを果たす。17歳という若さでプレミアリーグデビューを飾ったリコ・ルイスは2022-23シーズンは14試合に出場。さらに2022年11月2日に行われたUEFAチャンピオンズリーググループステージ第6節セビージャ戦に公式戦初先発を果たしたリコ・ルイスは52分貴重な同点ゴールを挙げる。17歳と346日でのチャンピオンズリーグ先発出場、そして初得点はUEFAチャンピオンズリーグにおける史上最年少記録となり、このリコ・ルイスの活躍にジョゼップ・グアルディオラ監督は、素晴らしいゴールだった、インテリジェンスにあふれる選手であり全てを理解している、ゴールも見事だしプレーも本当に良かった、何か特別なものを持っているね、まだたったの17歳だが我々と共にプレーできることを証明していると、リコ・ルイスのプレーとゴールを称賛、今後についても期待を寄せていた。そして迎えた2023-2024シーズン、プレミアリーグ開幕戦ではスタメンの座を勝ち取り、左サイドバックとして先発出場、チームの無失点勝利に貢献する。その後10月8日のアーセナル戦では中盤のボランチとしてプレーしたリコ・ルイス、12月16日のクリスタルパレス戦ではプレミアリーグ初ゴールを記録。さらに10月4日行われたUEFAチャンピオンズリーグライプツィヒ戦ではチャンピオンズリーグ初アシストを記録。試合後にジョゼップ・グアルディオラ監督はリコ・ルイスについて、私は14、15年監督を務めてきた、バルセロナでは幸運にも世界最高の選手の一人を育てることもできた、彼、リコ・ルイスのような選手を見つけるにはポケットでプレーできて、ホールディングミッドフィールダーとしてどのように動きスペースに移動しなければならないかが重要になる、彼は私が今まで指導してきた中で最高の選手の一人だと、リコ・ルイスを今まで最高の選手の一人だと称賛している。ラーム2世と言われ、サイドバック、センターバック、ボランチとマルチプレイヤーとしてプレーするリコ・ルイスは来シーズンさらなる躍進を遂げるのか、彼の今後に期待したい。マティス・テル、今シーズン惜しくもドイツ王者の座をレバークーゼンに奪われブンデスリーガ11連覇を逃したバイエルミュンヘン、そのバイエルンで現在最も注目されている逸材が19歳のフランス人フォワードマティス・テルだ。フランス、
レンヌで16歳110日という若さでプロデビューしたテルは2022年夏にバイエルミュンヘンへ加入。加入直後の2022-2023シーズンは29試合に出場し、6ゴールの活躍を見せる。2023年夏にバイエルミュンヘンはイングランドを代表するストライカー、ハリー・ケインを獲得。絶対的ストライカーの加入により、若手のテルは出場機会を失うかと思われたが、途中出場ながらゴールを重ね、今シーズンはブンデスリーガ30試合で7ゴールを記録。バイエルンのスーパーサブとして存在感を示す結果となった。テルの今シーズンの活躍は多くのクラブの目に留まり、マンチェスターユナイテッドなどが興味を示すも、テルは先日バイエルミュンヘンとの契約を延長。トーマス・トゥヘル監督もテルについて、彼は夏に出て行きたくなかったし、残って戦うことを決めた。彼は信じられないほどよくトレーニングしているし、現在の役割に対して正しい姿勢を持っている。彼はまだ18歳だが、今を最大限に生かしている。彼は何事もポジティブに受け止め、常に笑顔を絶やさず、トレーニングでも試合でも素晴らしい仕上がりを見せていると、テルを称賛している。来シーズン、バイエルミュンヘンがドイツ王者の座を取り戻せるか、その鍵は19歳のフランス人フォワードが握っているのかもしれない。今回は海外の逸材たちの現状についてお伝えしてきました。今後も海外サッカーに関するホットな情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。